はい、エルカチャンネルの翔です。ケイタです。さあ、今回の動画なんですけど、今ですね、熊本空港の近く、やってきてます。ちょうどこれは裏側ですかね。裏ですね。なんでここにやってきてるかと言いますと、気分転換にやってきました。コロナウイルスが世界的にすごい流行ってるじゃないですか。流行ってますね。それで国内でも3密を言ってるじゃないですか。今俺も自宅待機中なんですけど、家の中にですね、もうずっといるとですね、気分がめいってしまうっていうか、不要な外出は控えてくださいとは言われてるんですけど、あんまり人がいるところには行けないので、まあ、ここも人はいるんですけど、まあ、みんな適度に距離を保ってから離れてるので、今ここでちょっと気分転換にやってきてます。エルカチャンネル。で、なんでここに来たかっていうのがもう一個実は理由があって、今熊本空港工事中なんですよ。で、詳しい内容がちょっと俺はわかんないので、専門家のキエトさんにこの後はお話ししてもらえたらなと思います。はい、分かる範囲であれば。はい。エルカチャンネル。なんで工事をしてるか教えてもらっていいですか？8日の工事が4月7日に始まったのかな。別途の工事みんな4月7日から移動になって、そこから作業をやってます。あれはないの？駅と合体する話は？あ、そうね。エルカチャンネル。とりあえず我々はここでもう少し日向ぼっこして気分少しでもリフレッシュして帰りたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。チャンネル登録よろしく。俺にかかってこい。